はいどうも、アニモですえ。今日はですね、こっちを編んでいこうと思います。これが何かと言いますとですね、えっと、買い物バッグ、買い物袋くれなくなったんでね、エコバッグみたいな感じです。で、これはダイソーさんの、えっと、リネンインコットン。このベージュを7玉でちょっと残ったぐらいなので、7玉あったら十分できます。で、これを編んだ分は、えっと、5合針のね、3mm の針を使いました。 でですねこれがまあどんなんかと言いますとこれ今ゴムでこう留めてる状態なんですけどこのゴムはねあの簡単な結ばないリボンかなリボンのヘアゴムみたいな感じで動画出してるんでこれ編みたい人は概要欄にリンク貼っておきますのでそっちから見てきてくださいでは買い物行きました買い物終わりましたこれ外しますまあこんなん腕とかにつけといてもらってもいいしここにもうこの位置って言って決めてつけといてもらってもいいしねんで これはですねちょっと大きいんですよこれサイズ測っときましょうかこれでね横幅が27.5センチぐらいで、えー、こっち側ですねこっちの縦がまあ、ここで見て33センチぐらいの袋になってますでねマチを結構つけたんですよこのここの分がマチになるのでよいしょ マチでねねえっ、ー、とセセンンチチチららいいですす、ね、マが15センチぐらいありますでここちゃんとこう二重になってるからしっかりしてるし一応関文しでねあの上広がったら嫌やわっていう時のためにここのパッチもつけてますこれダイソーさんの2個入って100円のマグネットボタンですねそれの,あの裏の爪折ってするタイプ縫うタイプじゃなくってここをねこう二重にして折り曲げてでこことここにつけて あとこう裏が見えないようにここを塗って始末したって感じなんですけどこれちょっと重いからいらんかったんちゃうかなと思ってます。それでですねえっとまあこれね買い物行ってここに入れますってなったらそれね2リッターのペットボトルが6本入るんちゃうか入らんか4本は余裕ですねこう立ててねやったらいけるかなって。 そのね、あんまり重いもういっぱい入れるとどうかと思うんですけどなんかこんなな感じになりますでここのマチのところもあの引き上げ編みしてこうね畳みやすくしてるから、まあ、買い物終わったらあの買い物袋畳むのと一緒ですねこんな感じでそこをこうやってもらうとよいしょこう揃うのでよいしょこっちももう勝手に揃ってますね。ででででこれで畳んでもららったらいいだけです このマグネットはいらんかなと思うのでメルちゃんそらちゃんサイズで今からちっちゃいの編んでいくんですけど、えー、その時はいらんかなと思ってますで畳み方もまあどうでもいいんですけどまあだいたいね兄もでこんな感じで畳めるようになってますで今日はじゃあ、えー、とこっちのサイズも何目で何段とかいうのも入れながら、えー、ミンチアサイズね作っていこうと思いますははいじゃあ今日はね この動画でで編んでいくこのミニチュアサイズなんですけどアニモンキーちょうどぐっすり入りますねなんですけどこれのねサイズ一応測っとこうかなと思うんですけど編んでみたらやっぱりちょっとマルちゃんそらちゃんね大きいのかな横幅が 7cm 縦のねこのバッグのここまでで 8cm まあ全部の長さで言うと1 3センチほどですかね あでもこう,こうやって持つからこんな感じで高さを測ったら1 3ンチ変わらんな <laughs> っていう感じですちょっとメルちゃんそらんちゃんに大きかったらねあの細めのレース糸で編んであげるとか今日はこの4号針で編んだんですけど、まあ、3号針で編んでみるとかで考えてもらったらいいかなと思います思いのほかちょっと大きくなっちゃったんでよかったらね、まあ、ほらまあアニモンキー入れにしようかな <laughs> こうやって壁に貼り付けておいたろうかと思ってます <laughs>。はいで、あとモチーフとかはね。お好きにつけたりとかしてあげてくださいね。はい、じゃあまずね。用意するものですね。もうこれが残ってるので、このダイソンさんのリネインコットンで作っていこうと思います。まあ、メルちゃんソランちゃうからね。可愛い,いパステル系のあのコットン糸とかでもいいと思うし、糸とかもほんと何でもいいです。あの冬になったらニットで作ってもいいと思います。でですね。えっと。 あの大きい方の分は 5, ミリあ違う違う5号針の3ミリでやったんですけどメルちゃんサランちゃんサイズ小っちゃめで4号針の2 5ミリでやっていこうと思います。それからですねえっとほらとじ、えー、針の3本入ってるうちの一番細いタイプのとじ針とはさみとでダンメリングがねまあアニマの場合やったらえっと一応ぼーっとして編むとしても2個は欲しいなって感じなんです。でえっと もうちょっとわからんねんっていう人は色違いのやつね。あのサイズも違っていいです。4個と2個あれば、えっ、ー、と、一番わかりやすいかなと思います。はい、えっ、ー、とね、一応これ書いてみたんですけど、これ大きい方です。さっきのこの大きい方のバッグのね、サイズですね。これが、えっ、ー、と、ここがね、こっからここの横が60目です。針は5号針の3ミリね。で、マチがまあこう、 こうなるんかなこう。こんな感じかなで、ここと、ここ。同じなんですけど、これが、えー、15目です、ね。で、高さ。ここまでの高さですね。ここまでの高さで、えー、36段。で、持ち手はですね、 ここでちょっと減らしてちょっと斜めにしたんですよ。なんかビニール見たらちょっと斜めになってたんで、最初12目を11目に減らして、次の段で11目を、えー、10目に減らしてみたいな減らし方をして、ここ2段で減らし目してね。んで、こっからは、この上は10目です。で、えっ、ー、と、この横ですね。よいしょ。 この持ちでね、ここ広いのを端でここ減らし目して、ここも減らし目して10目にしたって感じですね。で、これはですね、2、えー、白、ハと12を、2、白、8目に減らしたってことだよね。じゃあ、ここが、まあ、ここ、ここが12目スタート。真ん中のここが11目スタート。で、ここから先が10目ね。 で、ここも一緒ですね。ここが12目。で、その次の段が11目。ん ?10、これ10目やな。10目。んで、ここからが8目。こっから先がね、8目です。こんな感じか。何段か。あとね。よいしょ。これはね、 えっと123456段作ってで向こう側1本取る畝をしてで3段編んでここでこう閉じたって感じなんですけどまあこのボタンいらんかなと思うので6段5段とかでもいいと思います56段ここ全部で、まあ、6段ねでここですねこの高さ ここの高さはこっから全部で18段編みましたはいこんな感じで編んでますなのでえっと後でこれ編みたいわっていう人はこんな感じで、えー、7玉用意してもらってねこれは7玉これが何メーターかなうんうんうんと 25g だけですか乗ってるのお ここにある。七十メーター。七十メーターの糸の。のえっ、ー、と、リネインコットンを七玉です。はい。じゃあ、次ね。今日編んでいくものは、えっ、ー、と、まあ、考えながら編んでいくんですけど。一応、これでだったら、最初の作り目ね。ここの六十目、こっち側と裏側もありますね。なので、これだったら、この六十目。 プラス60名でえっとここがね15半分までが15目ねこう横のとこの街を開いてこっからここまでが15目こっちも15目なので15目かける4ですね1箇所2箇所3箇所4箇所あるので15目かける4それとですねえっと角カーの引,引き上げ編み したところ1箇所真ん中もね2箇所でここで3箇所で反対側も3箇所あるので、えー、と6個分なのでこういう計算になります120目と、えー、20の60目で6目だから 120+60+6 で、えー、186目ですね そうなんですあの大きいやつ186目スタートしてもう縄跳びでもできるんちゃうかとブツブツ言いながらね一人でやったんですけどねるちゃんそらんちゃんサイズはどうしようかな編みながら考えていきましょうか横幅考えて街を考えてでえっとあれですねよしよしうんならまず編んでいきましょう。 これも使い刺しなんですけど、この一玉でできるんじゃないかなと思ってます。できなかったら頭悩まそう。はい。じゃあまずですね、えっ、ー、と、まず、あれは大きい方のやつはアニム60名でしたんですけど、まず横幅がどこまで欲しいか。鎖編みですね。えー、糸の下に貼り置いて、下からくるっと右上を通って戻ってくる。 でこの根元のクロスしてるところを押さえて、よいしょ。糸かけて、この輪の中を抜きますね。およいしょ。そしたら、この短い方の糸をぐっと引っ張って引き締めときます。で、糸こっち側引っ張って戻すね。で、ちょっとこれね、ゆとりがあるぐらい、ちょっとゆとりあるよぐらいでいった方が、 えー、あとあとねそこをちょっと一段編む時に目が拾いやすいですで、えっと、まずね横幅分いってみましょうか数えながら1鎖編みをかけて抜くだけで余裕があるようにしといてください3余裕ができたら編む4910ちっちゃいねまだ15 16こんなもんでいいかなまあ多分編んでいったりとかしたらうんこれでいいかなじゃあメルちゃんソナンちゃんの分は横幅を16目でいきたいと思います。ここいるかなこのつまみいるかなまあいらん人は編まんでいいです。まずメルちゃんソランちゃんのやつはここを16目スタート。 でこの町の町部分やね町をどれぐらいにしようかなこれで多分60の、えー、っと4分の1にしたと思うから4目でいきましょうかここもねこう <laughs> いがみすぎこことここ一緒ねこことここ一緒でこれが4目でいこうかなじゃあ計算としては 16+16 16 でえー、ともう一個16足すってことですこの4分の1やからねかける4で16。とあと角のとこの6本ねあす、の、じ、ー、編みするところはえっ、ー、と <laughs> 48の48の十八の54やね。はいなので一番最初54目スタートします鎖をね。でやっていきましょう。 じゃあこのままねちょっと早送りしますけど54目まで来てくださいはいじゃあねゆったりした鎖編みを54目編んできましたそしたらですねこの鎖がねじれないようにスーっと持ってきますよねねじれてませんこれをこっちもこっちもこう裏側を持ってくるねそしたらこの裏山です このポコポコした裏山を取っていきます。まずこの一つ目のところに針を入れて、よいしょ。で、本体全部長編みで編んでいくんですけど、えっと、目立ちにくい立ち上がりをしていきたいと思います。ならまず手に糸をかけまして、ならね、ここをかけて、糸をかけて、引っこ抜く。でからまたこのここも引っこ抜く。はい。 そしたら、まず鎖編みを一つして立ち上がります。そしたらですね、このここの根元、さっき引き抜いたとこの裏山ね、この同じとこに針を入れます。ここに入れます。んでから、かけて、糸をかけて、出してきて、で、細編みをします。かけて2本抜く。そしたら今の細編みの足がこれとこれなんですけど、 この左側の足です。この糸からビューっと見てきた一番左側におるこの糸ですね。この糸に針を入れます。で、かけて出してくる。そしたら細編みと一緒です。かけて2本抜きます。これがね、目立ちにくい立ち上がりになってきます。で、えーと、次ですね。次も普通に長編みをしときます。え次から全部ですね。 針に糸をかけて、で、今この裏山行ったので、この次のこの裏山ですね。このこのところに、おいしょ。針棒入れて、で、かけて出してきます。そしたらその時に、鎖2目分ぐらいね、しっかり伸ばしてください。で、かけて、この左側の2本だけを抜きます。かけて2本抜きます。はい。 針に糸かけて今このこの裏山行ったのでこの次のこのこの裏山ですねこの1本のとこですこの1本に針を入れてでかけて出してくるで、えー、あれ鎖編み2目分ぐらいねしっかり伸ばしたらかけて2本抜くかけて2本抜くこれが長編みですね これをずーっと一目に一つずつね、裏山にこう編んできてもらうと。これメルちゃん、ソランちゃんサイズやったら54でいこうか言うてるけども、あの大きいサイズ一番最初186で、白目向きながらやりましたよ。もうね、見えへん言いながらね。うん出来上がったらね、あの、ああいうあんまり編んであるしっかりしたやつって売ってないから、まあ可愛くなったかなと思ってますよ。よ でですねまたまたあのナウシカのオウムのお話でございますけどあのー、どうするかどうするか言いながらねあむかあまんか言いながらこのままやったらオウム熱冷めて雨めへんなってしまうと思ってねでですよであのコメントくれてた人が「あのー、セリアさんのカボションとかどう?」って言ってあのー、クリアのちょっと石っぽいやつなんですけど「半球ですよ」って言って。 「そうか」って言って「でも透明やから色塗らなきません」って「そうか」って言いながらまあでも他なんかないかなと思ってセリアさんとダイソーさん行ってあのポッピングアイ探したけど見当たらずほんで「どうしようどうしよう」って頭ぐーっと悩まして最終セリアさんでですねあのー、半球になってるパールのシールシールかなあの見つけたんですよ。まあ、裏はちょっとあの粘着力のある何ちゅうのや,やっぱシールなんかな。 あんな感じのやつをですねこれです。これ全部ね、ここ、透明の裏、シールでつながってるんですよ。ほいで、あ、ラインストーンシールって書いてあるシールね。ほいでこれ、これとですね、えー、油性ペンを買ってまいりました。これ、セリアさんでね。ほんで、何したかと言いますと、試しに1個塗ってみたんです。赤。ね。これでどうこれでいけんかちょっと思うよりちっちゃいなとは思うんですけど、まあでも、小さいオウムを編めばね。 これ、これやったら赤バージョンも青バージョンもいけるぞと思ってね。これで一旦編んでみたろうかと思ってますよ。まだ、まだ試案してますけどね。ほんでまた今度問題なのが色ですよ。ね。あ色。これ、緑、なんちゅうんやろ、この色。これセリアさんのジュートなんですけど、ジュートやん、いつもの五小産業さんですよ。これのね、色味がね、色味は書いとらんのかな。カラーダンバデでしか書いてないか。 ななんかねなんやろな何ていう色やろうこの緑のような茶色のようなまああのアニモのイメージではちょっと緑茶緑茶みたいなやつをね探したかったわけですよほんでダイソーさんはねあの結構綺麗なあのもう分かるような赤青黄色みたいなのが多くってほで結局セリアさんでねあの銃と買ったんですよあれでいかがでしょうねちゃんとできましたろうかそれか目ガの大きさやから あれに合うようにボディを編んでいかなあかんってことやもんね頭グーッと悩まさないかちょっとだけ編み寄ったんやけどねあのほほう言うて頭グーッと悩んで途中でやめてますまたあと何回後との動画で出てくるやろね編みましたよ言うて <laughs> でも出てくるかどうかも定かではないっていうねあこうブツブツ言いながらねあのドラマでも見ながらこれこれ一周ちょっとグーッといってくださいこれちっちゃいからいいけど大きい方の人を頑張ってね はい、今これ53目編んできました。あと一つねここにいるのでかけてここの裏山に入れてでこれで54目目になりますよしそしたらねこれねじくれがないように戻すこうですねそしたら一番最初の頭なんですけどここが引き抜きの目なんですこの横向いてるのねこの上に鎖が1 2個3個目この3個目に引き抜きますもし分からへんかったらねここをこれえっ、ー、と目立ちにくい立ち上がりでこうちょっとね大きいんですけどこれを開いたら次の長編みの足ですねこの右上が、えー、この長編みの頭その1個前なんでここですまあこの鎖数えて1,2,3個目が分かりやすいかなと思いますそしたらこの頭2本のところね いしょこの頭2本のところに針を入れてかけて引き抜いて引き抜いてそうしたらここの上針の上の糸を押さえて右側にグッと引っ張ります。でまあ針あのガチガチじゃなくてちょっとゆとりあるぐらいでいいですよ。そうしたら鎖編み1つで立ち上がります。で この今のね、ここの根元の目です。この子の頭なんで、この子ですね。この子の頭が2目目なんで、1目目がここにいます。この頭の子に針を入れて、目立ちにくい立ち上がりです。かけて出してきたら、細編みをする。そうしたら、この足1本、左側ね。一番左側の1本に針入れて、かけて持ってくる。で、かけて2本抜く。これが立ち上がりですね。 そしたら、立ち上がった次の目は、えー、裏引き上げ編みをします。長編みの裏引き上げ編み。まず針に糸をかけますね。そしたら、立ち上がりがこの子。次の子がこの子ですね。次の頭で足がこの子。この足を、よいしょ。どう見たら見やすいかな。こう広げて、ここのでっかいところです。でっかいとこの、右側から、右後ろから針が来て、 この次との間この左のこの隙間にこの足をね裏側に持っていく感じです裏側にグッと持っていく感じそしたら針に糸をかけて一番ね左側に出てきますよ一番左側に引っ張って出してくるねそしたら、えー、鎖2目分ぐらいしっかり伸ばしてでここで普通の長編みと一緒ですかけて2本抜くかけて2本抜くはい そしたら、この裏引き上げ編みの時、今ね、リング、ブルーにピンク4にしたんですけど、裏引き上げ編みの箇所はぐるっとの中に2個。んで、表引き上げ編みのとこが4個なんですね。なので、裏引き上げ編みをいましたので、この針にかかってる糸ね、の次、ここです。この頭にリングをしときます。よいしょ。 こんな感じですね。針にかかってるとこの下のこのこの子が裏引き上げ編みをした目ですそしたら次の目から、えー、長編みを普通に4個です針に糸をかけて次の目がね今この子これが頭なんですけど裏に引き上げた子ですこの次の子ね次の子の頭がここですだからさっき編んだとこで裏引き上げ編みの目は飛ばしてこの次の子この子の頭2本のとこに針を入れて 鎖2目分出したら、かけて2本抜く、かけて2本抜く、長編みは1、次の目にも、2、次の目、3、で、町をね、4って言ったので、この4まで来ます。そしたら次ですね。えー、と足の右上に頭がいるから、この子の足まで編んだということです。次の足がこの子ですね。そしたら今度は表引き上げ編みをします。 針に糸をかけてこの子ですねこの足この足の右の隙間から左にこう表に引っ張り上げる感じですね。でそしたらかけて出してきてで2目分出したらかけて抜くかけて抜く。でね表引き上げ編みはぐるっと回るよと表で見やすいから大丈夫と思うんですけどまあ心配な人。 はこっち側の表引き上げ編みちゃんのピンクちゃんですね。紫の方がちっちゃかったのでピンク出したまか。はい。こうですね。そうしたらこの次からなんですけど、しっかりね表引き上げ編みをした。こうよく引っ張るとここに目がいるんですよ。ここね。この右上が頭ですね。こうこれをねこの一目を取り忘れたりするのでここだけしっかり取って、でここから横幅が えー、メルちャンサイズの16目でしたね。なのでここから16目普通に長編みをします。ちょっと飛ばしますかね。早、はい、送りかな。はい、じゃあね16目ずっと編んできました。そしたら表引き上げ編みをして4目で裏引き上げ編みして4目で表引き上げ編みでこういう山折りのねあのほらこの町のところを作っていきたいので。 まずは表引き上げ編みです今編んだこの足はこの左下やね右上が玉やから次のこの子ですねこの子に表引き上げ編みこの隙間と隙間で拾って表引き上げ編みをしたら分からなくなる人は表引き上げ編みの時のピンクちゃんですねそしたら次の目から4つ普通に長編みします次の子ねこの子の次この子ですよく見てねあの 落とさんんにだら1 2 3 4そしたら次ねあの谷折りを作りたいので裏引き上げ編みです。糸をかけて今編んだのがこの子の足で次ここやここやねこの隙間のここから。 右側から出て左側で後ろへも持っていく。でかけて出してきて。で鎖2目分伸ばしたらかけて抜くかけて抜く。で裏引き上げ編みをした時は裏引き上げ編み用の水色ですね。はい。そしたらまた4つです。えー、よいしょ。この次の目がここね4つ。1。 2 3で4そしたら山折り部分なんで表引き上げ編みになりますこの足の次のこの子をね表に引き上げるはいそしたら表引き上げ編みの時はこのピンクちゃんですね針についてるとこの1個下のとこリングしてねそしたらここからえ16目 しして、えー、次表引き上げ編みしてで一番最初ね立ち上がりを編んだのでこの手前の123ここだけですえっ、ー、とねよいしょこの子でいこうかなえっ、ー、とねこの表引き上げ編みのとこがこここことここでこうちょっとね大きすぎて入りきらんのよこうここ,こうねこれ横向けてますこことここは表引き上げ編み ここが裏引き上げ編みになってます。で、裏引き上げ編みのキワキワに、これ、ここが立ち上がり部分なんです。今のやつは小さいから、えっと、一目で次裏引き上げ編みしましたけど、この大きい時はね、え立ち上がって長編みして、で、裏引き上げ編み。まあ、どこで裏引き上げ編みしてもいいんやけど、この谷折りになったところやったらね、もうほぼ目立たないじゃない持っとったって。だから、ここから始めてます。よし。 なので、ここはこ,こはいけるかな。ちょっと早送りでいくか。はい、じゃあね、16目ずっと来ました。そしたら表引き上げ編みですね。今この子の頭に編んでるので、これの左側の子。ここのこっちからこうね、こう足を束で拾います。で、表引き上げ編みをしたら、リンクちゃんね。 表引き上げ編みはもう見てわかるわっていう人やったら裏引き上げ編みのとこだけマークでもいいですじゃあ残り、えー、普通やったら4なんですけどここに1立ち上がりがおるんでねあと3目ですここね次のとこがこの子ここから1次2で最後の子この子ですねはいそしたらえっとね 立ち上がりがわからんっていう人とかでも絶対わかります。そうしたら立ち上がりはですね。えっとこのリングしてる裏引き上げ編みをしましたね。この1個前があの最初の立ち上がりの頭です。だからもう何も考えなくていい。こっから測って123なんですけども、そんな何も考えないリングがついてるとこの1個手前。この子に引き抜くだけです。だから最初の目にね。あのいつもリングしてる人は今回しなくて大丈夫です。 でここで引き抜いてちょっとあれかな引き抜いて引き抜く時ねこの立ち上がりの場合は針を自分側に向けて引き抜いた方が引き抜きやすいですはいそしたら次の段ですねこれをただね好きな高さまで繰り返すだけなんです鎖1つで立ち上がって根元のこの最初の子ねこの子に細編みしたら足1本拾う目立ちにくい立ち上がり でからこの次の子ね、まずリング外しますね。で糸をかけて水色なんで裏引き上げ編みのとこ。今ここ裏に引き上げられてるね。お、ここのリング取れた。うわ。裏がこの子ね。ならここ裏にこれますね。この裏に引き上げられてるこの右側から左側で裏にこの子をしっかりこう持ってくるってことね。でかけて。 出して。裏引き上げ編みで裏引き上げ編みをしたときはリングしときます。じゃあ戻ってきたときにね。立ち上がりもわかるでしょ。そしたら普通に次の目から4つ長編みですね。あの街の分のね。あのこのサイズじゃない人は町の分の、えー、目数で編んでくださいよ。よで今取れちゃった。ピンクちゃんがここのこでした。<laughs> ここにね本前とついとったのよ。ここについとったの？ これれが取れてたからでもほら表引き上げ編みの時ってこう編んできたらねポコッと出てるからわかるんですけどねかけてこの子表引き上げ編みなんでこうやって足を拾って表引き上げ編みをします、うん、ほらもうこっからはねずーっと一緒です1目めだけ落とさんようによく引っ張ってみてここが1目めそうしたら もうアニモはね、えー、2段目からはピンクちゃんはしません水色だけで大丈夫です、ね。だ水色も死んでもいけるぐらいなんですけどねまあ,あのそういうの分かりにくい人は分かりやすいように自分でしてくださいそしたらここから普通に長編みを16目きたらこのピンクちゃんの時に表引き上げ編みで4目きたら裏引き上げ編みでまた4目きたら、えー、表引き上げ編みやねで16目これをやっていくんですこれをまずね えっと思うだけの高さこれぐらい欲しいなっていう高さまで来てくださいじゃこれやったらねこう水色が真ん中でピンクちゃんピンクちゃんここが合わさってちょっとまあこれ貼り抜こうかうんよいしょうでこのピンクちゃんピンクちゃん水色ちゃんこんな感じのサイズです今メルちゃんソランちゃんでどうかなちょっと大きいんかな でもあの子手大きいからねあの持ち手を考えるとこれぐらいあってもいいかなと思います。これ横幅今 7cm 弱ぐらいですね。まあ,あのまるちゃんそらんちゃん持ってそれじゃあ大きいわっていう人はもうちょっと細いのでするとか細い針でするとかね細い糸とか針とか、まあ、ちょっと考えてください。じゃあ兄も「いくらの高さまで来て何段編みましたよ」までくるんでこれをぐるぐる好きな高さまで来てください。はいじゃあねえっと 段編んできましたで、あと1段編んでもいいかなと思うんやけどこれアニも使いすしでねあの、あんまり糸がそんなにもないんですよねあと1段いけそうっちゃいけそうなんですけどまあまああの、みんなは好きな段までいってください一旦ねアニモはここで止めようと思いますでこれ今一番こうね表引き上げ編みして123で最初のとこに引き抜くところなんですけどここをチェーンつなぎして 今編みあ長編み最後編んだとこねチェーンつなぎしてでえー、とあれ裏で糸始末したいと思いますなのでまずね糸切りますねはいでそしたらここをスポットそのまま抜いてこのリングついてるとこの一個手前この子が最初の頭の目ですよねこの頭の目の上に、えー、一つ作ろうと思うのでなんやったらリングのとこね あの最初の頭の次の目に普通に2本のとこに針を入れてでここですねよいしょこのまま裏にしてで今ここから糸が出てきてるのでこの目に戻るんですけど戻る時にこのよいしょこの裏っ側にいるこのね長いやつの下にあるこのちっちゃい子この子も一緒に取ってくださいね。 あちょっとと割れとるかこの,子こ,の子、ね、この子も一緒に取ってで他と大きさが合うようにしてください。これで目数が全部あの同じように揃うんでこのまま裏で糸始末してください。 これはもうちょっと後で始末するとして、先に説明しますね。こっち、これもリング取ってるけど、まあまあこっちが上ですね。今糸始末した方です。で、今度この下側の底側をね閉じていきます。とこっちが裏のよく見たらね、ここにえっ、ー、と裏引き上げ編みが入ってますね。裏引き上げ編みが入ってる目がここです。 まあ今分かりやすく印するだけやけど、あの、普通はしなくていいですよ。よいしょ。そうしたら、この子の、この横とこの子の向こうの横をつなぎたいんです。ここと、このリングの子の向こう側の目。あげますかね。こことここ。 リングが入ってるとこの手前と向こう側とね、右と左。このリング取りますよ。このリングの子はここにいて、次の子、次の子のところでこう繋いでます。で、反対側もね、同じようにしていきますよ。よく見たら、ここに入ってますね。裏引き上げ編みの子がここに入ってます。そしたら、これをこう折って、一個手前の子、 この頭ですね。と。この。この次の子。この子の次の子、この子ですね。よいしょ。置いといてくれ。ここですね。で、ちょっとリング取りますよ。この目はもう、引き上げの子やから、編みません。こことここね。に、一応印しときます。 でいきますで糸端ちゃんも編みくるみながらね周りも何せあの糸始末があんまり好きじゃないんでこのままやっていきたいと思いますじゃあねちょっと分かりやすいようにリングするけどえー、っとわかる人はしなくて大丈夫ですよまずここ立ち上がりのあの表引き上げ編みのこの目が頭がここ反対側ね ここの入ってる子。この目に入ってる。こんな感じですね、今ね。しそうしたら、この子は編みません。この子の左側。と、この子のリングが入ってるこの次の目。うーん、ここですね。 ここです何そこのリングのところはあんまないあの引き上げんとこはねでそしたら次はここにちっちゃくて持ちにくいここにリングちゃんの1個手前と1個手前の子とリングちゃんの向こうねもうちょっと邪魔かリングの子。リングのとこがこの子この子の次の子ねここです ちょちょ,ちょ頭2本だけ拾ってここ？はい。でですね。ここからアニモの場合だった。マッチが今4目なんで、この目12、34でこのリングまで来ます。1。目に1つずつね。一緒に細編み編んでいく感じですよ。そしたら新しい糸を付けます。糸端もっといて。で、手に糸かけて。 こいつはね、もう途中で一緒に編みクロみながら行くから、ちょっと向こう行っとってほしいの。じゃあまず糸をかけてね、表側に引っ張って出していきます。上手にね、どこかな。上手にこう。そしたら鎖一つで立ち上がる。で、今出てきてるここ。またこ同じとこにね、ここと端のここと、こことここ。はい。同じとこに通りました。ここにまた、 かけて出してきて、でこの子ね編みくるみながらこうちょっと挟んで挟んでで細編みです。そうしたらねこのここがちょっとたわむんですよ最初の子。なのでこれは糸端持って引っ張ればこの子ね締まりますね。このぐらい締めたらオッケーです。で今細編み編んだんですけど普通の細編み編んだので。 頭を押さえて上に針をぐっと引きます。そうしたらこの根元が締まったんですね。えっ、ー、とね、ちょっとあのポワンと編んでいくと、そこがポワンとしちゃうんで、そこは締めながら編んでいきたいと思います。そうしたら今ここに編んだので、この次の子です。次の子ね。次の子の頭2本。どこ行こうか。よいしょ。ここ。で、次は、 今ここに入ってるからこの次なんですけどリングから数えて123個目ね4目なんで1つは先編んだのでここかこの頭で次の頭がリングから123個目この子で今この糸出てるねこの糸出てる子の次の目が2目目ですね向こう側の。 かかりますか説明が難しいなそしたらこれね上に糸端置いて一緒に編みくるみますよ。かけてて出してくるで細編み編む。細編み編んだ後にこの上押さえたまま上に糸を引きます。で引き締める。ねこれをねずーっとやっていくんですけど今ここに編んでるからこの次の目この子の頭2本に針を入れて。 ん,んで、ちょっと糸が混雑しとおうけど、このリングちゃんが入ってると、この次の目が、あ、ここやけど最初の引きの金とこやから、あ、そっかそっか。この次のこの目でいいです。ここ。で、ここはね、あの、立ち上がりのこうなんでちっちゃい一目おるんですけど、この子無視しますからね。で、この次の子がここ。 リングの横ねはいじゃあさっき編んだのがこの目なんでこの次のこの子ですねちょっと見にくいなここに編んでるのでこの次の子がこの子ですこの子ですねで細編みを編みますこんなちっちゃいのメルちゃんソランちゃんいいんちゃうって言ったけどこれじゃなくってあの あの大きいエコバッグを包むバッグを作ればよかったかなと思ってまあいいかで編んだらここ上押さえてグッと上にね結構こられたタマチができるからあのエコバッグが入るエコバッグインエコバッグみたいなねちょっと分からへんけど <laughs> やったらよかったんちゃうんと思ったんですけどこれの次の目ねここよいしょあ1本しか取れてない見えへんのよ お酒飲んでもどっからもう見えへんのよねーよしほんならあと一番端っこですねリングが入ってる子リングのとこに入れていったらいいです、うん、こいつもこいつもジャマージャマーお前たちジャマーでリングが入ってるこことこことほう いろんかいここですねでリング取りますよいしょで今ですねここに細編みの足が入ってるからこの次の目がこの子ですここに入れます、ね、こうやって一目に一つずつまあ少々ずれとってもいいけどねこれを編みくるみながら よいしょ細編みしてな上にグー引っ張ってはい次からは簡単よ次はこの今編んでるやつの次の目に入れてん,んでもう向こう側でいいですえー、っとね細編みの足がここに V で入ってるねこの次の目はこの子ですこの子で糸端両方編みくるみながら 今これね2枚だけになったんで楽です。細編みしてまあ一応2枚でもこう一応引き締めてね。で次から一目に一つずつ編んでいってで今度こっち側はこっち側でまた同じようにこのねこの子の上がこの子やね。引き上げのところの目。引き上げのところの目。 そしたら、この、この子の両サイド。この、今、目覚えといて、この子と、この子。で、今、入ってるんが、この子なんだけど、この子と、この子。ね、こんな感じで、今から、こっちから、こう、2つ、きもって、ここが、 一二三四、こことリングのとこと。一二三四、ここと一緒に四枚一緒に縫。縫う縫っていうか編む。で、一二三四で端まで来ます。ちょっとじゃじゃあこしい腰けどね、この一段終わったらもうあ後楽ちんだから。このまま細編みできてください。じゃあ今ここまでずっと来て、次ね、この。 リングから1リング入ってるとこからね1234個目ここの目にまず頭2本のとこに入れるで次はこのリングちゃんが入ってるとこねじゃあ腰なリング抜いて入れようかなよし で、次、このリングちゃんから、1、2、3、4。この、ここ。の、頭にほんとこ。よし、うまいこといった。そしたら、ここで、うまいこと引き抜いて、細編みしたら、上押さえて、グー。またね、次の目と、次の目がこの子。 ちょっと狭苦しいけどね123この子かリングしてたらまあ数々安いけどまあ少々ずれたってほんまにいいからねもうそこさえあのしまっとったらこんなびっくりするほど1 0ンチほどの穴開けたらね、うん、うまい棒も落ちてしまうけどそうやなかったらあの大丈夫よどないかごまかしたらねよいしょ なら次はもうリングちゃんのちょっとあの遠いな思ったらこう糸緩めてから入れてもいいよリングちゃんの横のことリングちゃんの向こうと向こうのリングちゃんの横同士のこことリングちゃんの横の子のこと向こうの裏の子よしほんなら 今糸緩めとったからね糸を絞ってから細編みをします抜きにくいなと思ったら針を奥まで入れたら穴が広がるから抜きやすくなるで細編みして上を押さえていくるねほんなら最後ですねこのリングちゃんのとこをもう抜きにくいからリング外しますよいしょ最後ね こことここにリングが入っとったからここんでよしうまいといったなこれでここで細編みですねこれが最後ですそしたらえー、と引き締めてで鎖一つで立ち上がって半時計回りに回しますじゃあ根元のねこの目 頭2本のところから一段ね一目に一つずつだけ細編みぐーっと切っときます一応補強のためにね一目に一つずつこら簡単頭2本ストレスフリーよさっきまでもストレスたまるからねストレスフリーで一段いきましょうなんかあのコンビニの昔くれたナイロンねあのビニールかあれナイロンって言わへんのビニールっていうの、うん、<laughs> あれ を観察した結果こんな作りになってたからこんな作りでいかがでしょうこれちょっと大きなったなメルちゃんさらんちゃんレスイートの方がええんかなこうなるともうちょっと大きしてあれにしといたらよかったなエコバッグのエコバッグのバッグにまあええかよいしょなあと2つあるからこことこの横。 えっとね横幅の目数と一緒になってるはずです多分2白ハート2白正解だから兄もやったら横幅16やったんでここが16になってるはずですだから60目で作った人やったら60目になってると思いますそうしたらここで鎖編み1つしますねで締めといてよいしょこんなもんでいっか はい、これでねあとこのここの細編みの中とかを通してこれで糸始末細い針でねここに糸始末しておいてくださいまあ今ねマチでやったこういう作りになってますほら開いたらここが三角マちになって結構荷物入りますだから深さもう一段やっぱ欲しかったかなまあええかメルちゃんそらんちゃんにねあの人参や大根やフェルトとかあむなりして作って突っ込んだったらどないでしょかどないでしょか言うてへへへ っちょっとアニモはこことこっち側と糸始末してきます。はい。じゃあ一旦ね、えっと、片っぽを先につけてみました。どんな感じかなと思ってやってみたんですけど、ここが持ち手なんで、メルちゃんと書いたおてて入るかな。っていうか、メルちゃんにはちょっと大きいかなと思うんですけどね。えー、大学行くときに A4 サイズ入れるかぐらいの大きさですかね。メルちゃんで言うと。はい。で、まあ一応ね、あの編み方だけやっていって、あとサイズ変更はね、していってもらったらいいと思うので、 えー、これで編んでできましょうかで一応ね、えっと、大きい方のやつはこの底と一緒で細編みを2段編んだんですけどちょっとこのサイズやったら2段編むとここがピョロって出ちゃうんでこれが1段で終わってます。でここの部分は、えっと、大きい方のサイズだと減らし目減らし目次の段も減らし目減らし目で増減、えー、なしで編んできたんですけどこれはちょっとね2段やると三角形みたいになっちゃったんで。 段段だだけけここだけ減らしし目をしててあと一段編んででるって感じですなので大きい方編むときはまたそういうところを調節しながらあの最初にねあ,のあれ出してたでしょノート出してた時と同じようにしてもらったらいいと思います。うんこれやったらね12面のところを拾って八8でもう12面の時に最初から1段目から減らし目減らし目で10目にしてまた減らし目減らし目で8目に,にして。 で、全部合わせて6段編んだっていう感じですね。ここはここの減らし方はね。これとあの似た感じになります。なので、あのお好きなサイズでやってくださいよ。じゃ、あまずね。側面を編んでいきます。えっとね。やり方としたらこことこことを2枚、こう編んで上ではグって感じですね。で、まずはこの内側内側のこっちから来ます。 で次こっちから来て最後この残り糸でつなぐって感じなんでまずここからいきますねで、えー、とこの立ち上がりのとこ立ち上がりちゃう引き上げ編みのところは数えないその手前の1234ここに糸つけますえっ、ー、とあれだったら大きい方だったら12目目に糸つけたって感じですね真ん中、えー、引き上げ編みのとこから12目目につけたって感じですよいしょ でまあやり方だけやってたらね、あとできると思うのでやっていきたいと思いますよ。まずね、糸をつけますね。めっちゃケチってちょっとだけつけますね。よいしょ。はい、糸かけてまず出してくる。そしたらここで、えー、鎖編み一つで立ち上がって根元の目にまずは細編みです。はいそしたらこの糸端引っ張っといてくださいね。でから えー、足1本を拾う左側のね一番左のこの足1本を拾う時にかけて出してきたらこのままの状態で針に糸をかけてで次の目です今ここに入ってるからこの次の目ね次の目に入れて、まあ、この糸端ちゃんを上に置いてこう編みくるみながらいきますかけて出してきてまずこの左側の2本だけをかけてこの左の2本だけを抜きます。 そしたら針に3本かかってる状態になってここでまたかけて3本一気に抜きますこれでね端の2つが、えっと、減らし目できたんですけどわからなくなる人はこの針の下ここにダンメリングしといてください、はい、そしたら次ね次と次は普通に長編みですこことこの次ここは長編み そしたら次はここ表引き上げ編みのコですね。なのでかけて表引き上げ編みをします。でこの段まではねあの、表見て編んでるので、えー、足が左下側頭が右上側にいる感じなんですけど次の段から、えー、と往復編みしていくんで頭が逆側になります。後で説明しますよ。そしたら普通に次長編みを2目ですね。長編みを。 1>, 1、2。で、次ね、これとこれで減らし目をします。かけて、次の目に、出してきて、かけて2本抜いた。この状態でまたかけて、次の目に入れて、かけて出してきて、かけて2本だけ抜く。で、3本になったらかけて一気に3本抜くね。これで今、減らし目ができました。こいつね、 そんなに出てこないと思うんでもう切っちゃいますよしこれでちょっとよいしょはいぽいちょオッケー。そしたら、えー、次ですねまた鎖編み一つで立ち上がりますそしたらねこれを半時計回りにしますよ根元のこの目根元のこの目に針頭2本のとこに入れますでかけて出してきて細編み じゃあまたこの段もね、減らし目をするので、まず足1本のところに入れてかけて出してくる。この状態で次のこの足の頭に入れるんですけど、頭いつも右上に折るのが往復編みなんで、今度足がここやったら頭こっち側、左側のところが頭になります。だからまず糸をかけて、この足の左上のこの目ですね。ここの頭2本のところに入れてかけて出してくる。 かけてまず左の2本を抜いて、針に3本になったらかけて3本一気に抜きます。はい。そしたらこの次の子ですね。次の子、次の足の左上。これが頭です。はい。ここに長編みです。じゃあ次ね、ここ、えっと、表側から見た表引き上げ編みなんで、この段では裏引き上げ編みをします。かけて、ここね。 足パワー開いてあげたら、この大きい隙間と大きい隙間ね。裏側の右から来て、左側へ出て、裏側にこの足引っ張り出してる感じで、かけて出してくる。でしっかり伸ばしたら、かけて二本抜く。かけて二本抜く。裏引き上げ編みができました。ほんでから次の目。この足の左上ね。ここに普通に長編みを一つ。ほんで次の目と、次の目がね。 この子ですね。リングの隣の子。この子と、かけて2本だけ抜いた状態。この状態でかけて、このリングが入ってる子をね。よいしょ、この子でした。ここにかけて出してきたら、かけて2本抜く。3本になったら、かけて全部抜く。はい。これで、えっと、一応減らし目が終わりなんです。なので、えっと、このままね、あと、増減なしで、ずっとね、2目編んだら、 表引き上げ編み2目編んでひっくり返して次2目編んだら裏引き上げ編みでまた2目編んでって感じでうんーと全部で123、うん、ちょっと待ってよ123456段やね6段編んでるから今2段あと4段ですねこの状態で編んでいきますなのでさっきのね端と端であった減らし目みたいなやつをこの時もやりますんでえー 次の段でも端端で減らし、目して置き方のバッグね。であと増減なしです。これは1段だけね。後で減らし目します、ね。ややこしいでしょ。あっちのカバンこっちのカバンちっ,ってね。で、また鎖編み1つで立ち上がってひっくり返します。ならまず根元の目。この頭2本のとこに細編みで足1本を拾う。細編み。この段はあの減らし、目なし。やかぱ普通にね。立ち上がります。 で、次の目に、頭2本のとこに、長編み。で、次は、これ、表に出てるから、表引き上げ編みね。んで、この次の目、開いたら、足の左上にあるこの子ですよ。この子に、長編み。そしたら、次、最後、この子ね。ここの、頭2本のところに針を入れて、長編み。これの繰り返しです。鎖1つで立ち上げて、次の目ね。 あの、最初の頭に針り入れて、ほんでから細編みしてから、左足拾ってからに、ほい。ほんでから細編みして立ち上がる。ほいでからこの次の子には普通に長編みをして、で次ね、裏側に出っ張りがおるから、この子を裏に引き上げてあげる。ね、ほいでから、よいしょ、ここね、普通に。 えー、頭を拾って長編みでございますね、よいしょ、もうそうこういうタイだねこれで4段来たかだから、あと2段かな読んだね、で、あと2段ですこの、このちっちゃかったらもうすごいあるんやけどもあの大きなアニモでも2日か3日ぐらい空き時間にぼーちぼーちやりよったから割とゾッとしましたけどねまあでも出来上がったら可愛いから頑張ってみましょうねじゃあ、これで6段編みました これあるのよね、こう。一番上、細編みしてから拾った方が頭拾いやすいんかなと思うけど。まあ、反対側のうちは、たかもやめとこそしたらね、今長編み終わったとこ。ここは裏引き上げ編みの段でした。ほんなら、ここで鎖一つして、ぐッと絞ったら、もう糸短うてもいいです。短い状態でですね、ちょん切りまーす。はい。ほ、はい、んなら、これはね、えっと、裏側で。 こっちかここの辺通してあの糸始末キワキワで糸始末しといてくれたらいいですであと上をねこうこうやって折り曲げてこう縫う縫う縫うんでね編むこといつも縫う中うねそしたらえっ、ー、とそんなにこれがほつれてくることはないのでもう適当にこの辺の根元のところでうんこうしたりこうしたりこうしたりしてね一つも進んでないけどもこうしてこうして。 まあ、あの、少々のことは大丈夫。後で上で繋ぐときにね、隠れます。境に。あの、頭の目だけね、あの、潰さないようにしといてくださいよ。ね、頭の目全員生きてます。ということで、ちょっとあまりにケチって短くしすぎたか、ちょっと長いぐらいで後で切りいよかったんやけど、まはあ、ええー、わ。ね。 はい、こんな感じにしときます。で、次は、えっとね、この、始めるところは、この開いたところの、この内側のここから始めたら、次のダウン、あ、次のこっち側の持ち手はね、こっち側から始めます。もうこれいらんわ。ね。んで、こうずーっと編んできたら、最終この辺で糸が終わって、一気にこう、ここをね、あの、縫い付けれるっていうやつなんで、この向きで付けていった方がいいです。な、ここが表引き上げ編みの目。 ここから1,2,3,4ここに糸つけますねで、全く同じことをこれと全く同じことをしてきてください、えー、頂上までてっぺん目指してきてくださいで、最後は糸切らずにまといてくださいねはい、そしたら最後まで来ましたこれ長編み編んだとこなんでまず鎖編み一つで立ち上がりますで、半時計回りにしますねそしたらこの子を半分にペタッと折って 次の向こう側の子も半分にペタッと折って、こことここを合わせていくんです。で、また端っこの、あの子は、えっ、ー、と、引き上げ編みの子はね、取らないので、この上は2目だけです。まずはこの1目目張り入れますね、頭2本。そしたら、これの折った、よいしょ、これが頭で1、2目目これが一番端の子やね、っていうところ。よいしょ。 で、こっち側のよいしょ。この子の端っここの子やね。と、えー、次の向こう側折った端っこ。わかる。こう折って折って上を一番端になる部分ね。よいしょこんな感じで貼り入れてます。そしたら向こう側からかけてこの糸出してきますね。 ちょっと狭かったら奥までこう突っ込んで穴を大きくしていけるはずやけどいかれんか。よし、きた。で、細編みして、細編みしたら上ちょっとグッと絞ってね。で、あと一目でこれは終わりなんですけど、よいしょ、見てわかるかなまあちょっと糸伸ばしてね、この、ここの頭と向こうの頭、強引にいけばね、ここに入りゃいいんです。で、次、おう。 次もうーんこことそこやなまあ大方のとこに入ったら大丈夫で糸をちょっと戻しといたよかったよいしょで細編みをして上ぐっと絞るならあとね鎖1つしてよいしょこれはちょっとまあちゃんと糸始末したら OK って感じなんでまあまあある程度足したらはい。 よいしょこれでまた上どっかでね糸始末しといてくれたらいいですでまあさっきも言ったけど大きい方のやつはここ2段編んでますからね大きい方のバックちゃんこれね大きい方のバックちゃんはこれ2段ここ編んでるんですなんかちょっとほらピロッと出るでしょこれがあんまりこのちっちゃいのでピロッと出すぎるとちょっと出すぎたからねこんな感じですよし持ち手がこれでねほらミニチュア超ミニチュア こっちこっち側見たら、このね、ピロが折るでしょ。反対側も、じゃあ、あとこのピロをつけたら終わりですよ。なんならですね、えっ、ー、と、こっち側は4目、最初の4目を取って、その後にに、えっ、ー、と、減らしてね、2目でやってるんで、間が、2、4、6、8折るいうことは、2、4、3目目やね。こっちから、1、2、3目目のとこから、糸つけて、 よいしょ糸をかけて出してくる。で鎖一つでまず根元に細編みね。で、糸端を引っ張っとく。な足の左足をに入れてかけて出してくる。この状態で次の目にも入れて。 でかけて出してきて、まず左の2本だけを抜く。で3本になったらかけて抜くで次と次でまた減らし目ですね。いきなり減らし目なんです。かけて出してきて途中までかけて次の目に入れてかけて出してきて、途中までで3本になったらかけて抜く。ね、これをえっ、ー、と大きいやつはね。こう。端々の減らし目を2段やってます。 で鎖1つで立ち上がって半時計回りそしたら根元の目にね普通に頭2本に細編みをして左足を拾って細編みをします。ならあとこの次の目のね頭2本のところに針を入れます。でここで長編みをします。もし気になる人だったらこの上ねパキッと刺したかったらあの細編みを2回2目編んでもいいんですけど。 はこのままいきます。鎖一つで終わります。引き締めて、これであと糸始末をしたら出来上がりになります。こんな感じね。ミニチュアでやったらすぐ終わったよかった。これ何に使うたろうかいな。なんか使い道ないかな。誰か考えて。<laughs> いつも誰か考えてってみんなコメントもらって、ほうほう言うてね。そうなんですよ。これ何かこんな大きさのもん、 あの、あれかイヤホンみたいなね。あの、今時のイヤホン。あ、あのー、あれね。名前が出てこん。あれですよ。あれぐらいやったらどうでしょう。ここがね、なんかちっちゃいパッチンでもつけたら、パチッとつくもんね。はい。まあ、こんな感じになります。あ、これにあれか。あの、それこそまだ家にあるビニールの、あの、ほれ、ナイロン袋。こく,くっと三角折りのたたんでね。ここ入れといて、カバンに引っ掛けるとか、あのー、 あれカラビナとかで引っ掛けるとかでどうでしょうね。ういろんなこと考えてください。はい。じゃあまあ今日もこんな感じになりました。よいしょ。ね。ちょっと細いからこの辺の持ち手とかが多様なそうやけどまあお人形遊びぐらいには使えると思いますよ。じゃあまたね。よかった大きいサイズも編んでみてください。頑張っておえい言いながらね。兄もおえい言いながらやりました。はい。それじゃあね。糸始末してないままですけど。 えー、今日も長いことご視聴ありがとうございました。